マリード・ドロテア・フィルスティン・フォン・ラジビューは、フランス出身のポーランド貴族女性で、ベルリンのサロニエール。フランス語名、マリード・ドロテ、エリザベート・ド・カステラーヌ。ラジビュー公爵夫人マリーは、アンリ・ド・カステラーヌ公爵とその妻ポーリーヌドタレー・ラン・ペリゴール公爵霊場の娘に生まれた。母の一族は、大勢のサロニエールを排出した家系であった。ポーリーヌの母は、 タレーラン公爵夫人、ドロテア・フォン・ビロンで、ドロテアは、フランスの政治家、タレーランの老いで養子のエドモンの妻であり、また有名な社交界の中心人物だった。そして、ドロテアの母親のクールラント公爵夫人、ドロテア・フォン・メデムは、最後のクールラント公、ペーター・フォン・ビロンの妻であり、創尊にあたるマリーと同じく、ベルリン社交界の中心人物だった。マリーは、幼少期を、 パリで過ごしたが、父が死ぬと、シレジアにある母親の実家の領地に引っ越した。1857年、マリーは、ジャガンで、ポーランド・リトアニア系貴族のアントニ・ビルヘルム・ラジビウ、公爵と結婚し、マニ、次男事情を設けた。夫のアントニは、プロイセンの士官であり、1885年には、ドイツ皇帝・ビルヘルム一世の最高副官になった。 また1873年には、プロイセン王国の公爵位に寄せられている。また夫、アントニの父方の祖母は、プロイセンのルイーゼ王女であるため、ドイツ皇帝家とも、親族関係にあった。マリーは後に、自分の祖母ドロテア・フォンビロンの往復書館を出版するとともに、夫の祖母、ルイーゼ王女の回想録を出版してもいる。結婚して、ベルリンに移ると、 マリーはすぐに成立前後のドイツ帝国における宮帝人、政治家たちの間で有名人になった。マリーは昔からドイツ皇帝夫妻と非常に親しかった上、出身国フランスの洗練された流儀と政治に因然たる影響力を振るう人々との交友関係も持ち合わせていた。マリーは帝国最小オット・フォンビスマルクとも親しかったが、 1870年代から1880年代にかけて文化闘争が続いていた間、ドイツ国内のカトリック勢力であるフランス系とポーランド系の少数派が当局に対する反発を強める中でマリーとビスマルクの友情も決裂した。ラジビュー公爵夫人のサロンは1860年代半ばから 第一次世界大戦が始まる1914年の8月まで、ベルリンにおいて政治に関する情報の集まる主要サロンであった。サロンは、ビルヘルム通り77番地にあるラジュビュ宮殿で開かれていたが、1878年に、同宮殿が帝国最小の官邸になると、マリーの新しい邸宅のあるパリ広場3番地に移った。 マリーのサロンが特別に政治的な重要性を帯びたのには、いくつかの理由があった。加えて、ラジビウ公爵夫人のサロンは、マリーフォン・シュライニッツ白爵夫人のサロンと並んで、ハン・ビスマルク派の貴族たちが集まる、中心地、最重要の溜まり場だった。こうした観点から言えば、ラジビウ公爵夫人のサロンは、ビスマルクの親友だった。 ヒルデガルトフォン・シュピッツェンベルク男爵夫人のサロンと対局にあった。ただし、シュピッツェンベルク男爵夫人とラジビュー公爵夫人は友人同士だった。また1881年から1886年に、かけ、マリーは、今夏のラジビュー家の所有する、荒れ果てた、ネスビ事情の大幅な復興事業に取り掛かり、 古文書館と図書館を保存し、ネオゴシック様式の塔を城に増築し、庭園をイギリス様式に再設計させた。1914年に第一次世界大戦が始まると、ベルリンのサロン文化は水亡し、ラジビュケのサロンの特徴だった。国際性、洗年イデオロギー上の対立を超えた友情はどこかに消え去った。1904年に夫をすでに亡くしていた。 公爵夫人は敵国フランス出身という蘇生のためにスパイであるとの不当な非難を受けてベルリンにいられなくなりシレジアの実家の領地に戻り1915年に死んだ。ありがとうございます。